日本新潟県新潟市西館区、岩室温泉岩室温泉は、新潟県新潟市西館区にある温泉、及び町屋座。郵便番号は953-0104。北国街道沿いに位置する。平家湯は江戸時代の中期で、慶長年間以前と言われる。平家湯伝説では、狩りが温泉で傷を癒しているところを発見したという。そのため、古くは、 霊岩の湯と呼ばれ、後に、ヤヒ神社参拝の宿場として栄えた。当時の厚生省国時代二百三号により、九百六十三年四月二十三日付で、ヤヒ温泉とともに、国民保養温泉地に指定された。かつての岩室村が二千五年三月二十一日付で、新潟市へ、編入合併した際、岩室温泉が所在する、大技岩室の全域を、 岩室温泉に解消する町名変更が実施された。弥彦神社の北、多方山の東側に温泉街が広がる。旅館、ホテルは13軒存在する。新潟市の奥座敷であることから、スナックなど観楽的な要素も存在し、芸技も多数在籍する。日帰り入浴施設は1軒所在し、新潟市が所有指定管理者が運営業務を担う。 新潟市岩室健康増進センターが営業を行っている。このほか、温泉街と隣接して、他方温泉の日帰り入浴施設も存在する。温泉街では、レンタサイクルの貸し出しが行われている。バス路線図。左下の黄色の路線が最寄りとなる。2018年1月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。